はい、皆さんこんにちは。ハッピーアイランドネットワーク鈴木です。本日も今回もですね、第43回県民健康調査検討委員会10月15日に開催決定ということを受けまして、本日お話をしていきたいと思います。お話しいただきますのはキャニー先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして千葉由美さん。はい、よろしくお願いします。はい、それでは先生、進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと一旦、まず今日は動画でいきますね。はい、動画で、一度動画途中で止めてちょっとコメントしてまた次に進みますね。はい、じゃあいきますよ。はい、福島医大から、同意書が送られてきます。大体回答するのは6割か7割です。残り3割はどういうふうな扱いになっているか大臣ご存知ですか？本当に任意の検査であれば案内書が来て受けますよという人はいいですよ。でも残りの人はそれは同意してないわけだから、検査を受ける必要がないと私は思いますが、ほとんど検査を受けてます。なぜなら学校で回収するからです。おおむね9割以上が学齢期になったら受けてるんですよね。まあ、これはほぼ全員検査です。この現状を変えることに大臣ちょっとイニシアティブ発揮していただけませんか？繰り返しになりますが、県の、ということで、細野さんがここで何を言ってるかっていうと、これの去年の、今年の2月の、はい、国会答弁ですね、はい、予算委員会の中の、うん、この中で言ってることは、まあ、今回同意書の件についての動画なんですけど、これは、はい、3割は同意していないというふうに言ってるわけですね、うん、はい、さっきのここですね、うん、3割は後から催促して同意書を提出している、うん、だから3割は同意してないのに、うん、学校側から同意するように言われて、うん、提出しているんだと、うん、でその結果9割が受診しているんだと、うん、いうふうに言ってるわけですね。うん、うん、うん、そうですか。いや、これに関してまあ、子どもに検査を受けさせているお母さんたちうん、話を聞いたんですけれども、まあ、私も経験あるんですが、同意書をうっかり出し忘れちゃうっていうことがあるんですよね。で、うん、学校の方から提出しましたかっていうお知らせをもらって、あ、忘れちゃってたって言って、その出すっていうことが、もういや、催促するとすれば、私が出し忘れたから学校から言ってもらって助かったみたいな、そのうっかり出し忘れなんですよ、うん、でも同意してないわけだからっていう、その細野さんの発言は全くその現場感がないというか、実態と違いますよね。うん、ね、しかも、ね、学校が回収してるから悪いんだみたいなこと言ってですね、うんうん、学校が回収してるから悪いんじゃないですよね。ね、うん、別に学校で検査するんだから学校に提出するっていうので何が悪いんでしょうかっていう話ですね。別に学校側から検査しなさいって言われてるわけでもなく、うん、提出しましたかっていう確認ですよね、うんうん、でしかもさらにね、細野さんは9割以上が受診してるんですって言ってるんですけど、うん、ここに僕が計算した数字が出てるんですけど、うん、一度も9割超えたことないんですよ。うん、なかなか厳しいね。8割は超えてますけど、9割超えたこと1回もないんですよ。細野さん、何を根拠にお話ししてるんでしょうか？うん、まあ、これ1点だけ見ても、まあ、細野さんが嘘つきだってことははっきり分かりますね。うん、うんうん、でしかも、イニシアチブを取ってくださいって大臣に向かって言ってるんだよね、うん、これは国が県に介入しろ
って強要してるんですよね。そうですよね。これすごく問題だと思いませんか。問題ですね。ですね、うん、どういうこと。まあ細野発言はものすごく大問題がはらんでますよってことがこれはっきりしたと思います、うん、根拠がね明確じゃないのに、それをあたかもそうであるかのようにお話をして、そしてやってください、やりなさいっていうのはどう考えてもおかしいね。うん。でこれを受けて5月の28日にまた話があるわけですね、国会の中でね、うんうん、そこで何て言ってるかっていうのをちょっと見てみましょうか。ですね。その通りです。あの前回3点ご指摘いただいたうちの一つがまさに学校での同意書の回収をやめたらどうか、これが細野先生からの提案の中で、その一つはすでに実現をしました。ご提案ありがとうございます。細野君。あのそこは大臣が西谷地を取っていただいたということで心より感謝申し上げたいと思います。そしてもう一つ、私はあの放課後にやるべきだということを提案をしました。学校の時間中にですね、例えば小学生や中学生がみんな検査をする中で、いや私は受けないんですと相当勇気のいることです。それをそれぞれの皆さんが親御さんも含めて本人も選択するためには放課後に、やるということをやっていただきたいということを申し上げましたが、ここはややまだ明確な答えが出ていない。さらに踏み込んで提案したいんですが、例えば授業の最終時間にやるとかね、例えば5時間目まであるなら5時間目にやるとか、そういう工夫ができないでしょうかね。私も聞いてるのは、大規模な福島県内の学校だとこの検査だけで4時間ぐらいかかるというふうにも聞いております。で中規模の学校、小規模の学校で、例えばですね、小規模の学校であれば例えば最終次元とか放課後とかそういったことが対応が可能なというところがあれば、ぜひ今年度からでもそのような形で実現可能なところからやっていただくことは十分にあり得るんじゃないかと、あのうちの環境部長が検討委員会にも出席をしてますので、そういった考え方も含めてしっかりと助言もするように私からは指示をしてあります。あのこれですね、うん、あのちなみにあの学校現場の聞き取り調査っていうのを第40回かなんかでやりましたよね、はい、検討委員会の中 で、うん、でその学校現場の聞き取り調査の中で、あの今細野さんが言ったような、あの一人だけ受けないのは勇気が必要だとかっていうふうな話をしましたよね、うんうん、これ出てくるんですよね、聞き取り調査の中に、はい、で何のトラブルもなく、うん、あの検査を受けない人間は、うん、あの教室に残っていたと、そうそういうふうなものが出てましたよね、聞き取り調査の中で発表されてましたね、うん、ね、また嘘ついてるね、この人ね。そうですね、うん、この人次の衆院選また出るつもりなんですかね、嘘つき細野が。出るでしょひどいね、こんな人を選んだのが静岡県民、非常にちょっとがっかりな県民になっちゃいますね。うん、まあここでしか頑張れないのかな、もしかしたらね、うん、そんで最終時間にっていうふうなことも、まあ、ここで細野さんも言ってるわけですけど、はい、まるまる田原さんが言ってるんですね、それは環境省の委員のね、そのまんま言ってましたね、うん、まるのまんま言ってるわけですよね、うん、でも丸のまんま言ってるけれども、国の言ってることは何言ってるのか分かんないけど勝手なこと言ってるんですっていうことを県の人は言ってたんですよね。何回も否定してますね。それね、うん、さっきあの小泉環境大臣なんて言ってました？あの環境、あの田原部長が頑張って積極的にあのやってます。もう一回聞いてみましょうか、そこは、はい、学校であれば例えば最終次元とかところがあれば、ぜひ今年度からでも今年度からでもそのような形で実現可能なところからやっていただくことは十分にあり得るんじゃないかと、あのうちの環境部長が検討委員会にも出席をしてますので、そういった考え方も含めてしっかりと助言もす
するように私からは指示をしてあります。ね、私から指示してあるんですね、はい、指示してありましたね。もう明らかに指示してます。環境部長に助言をするように指示してあるね。天に対して助言をするように指示してある。天と言ったように。だから環境省が役に、あの検討委員会の委員として入ってくるのはダメだって僕らが言ってるんです。ね、これですよね。そうそうそういうこと。そういうこと。あの加害者である当事者の意識を持った国が、うん、加害者意識を持って参加してきてるわけですよね。縮小に向けてね。うん、これ大問題ですよね。うん。うん、そうだよ。でしかも、加害者意識じゃなくて加害者意識だもんね。なんで同意書を学校が回収しないってことが縮小につながるって僕らが言ってるかっていうと、さっき千葉由美さんが言ってた話ですよね。うん。うっかりミスで出し忘れっていう人たちの方が多いわけだから、うんまあ、3割のうちほとんどが、いやー忘れてたっていう話ですよね。忘っちゃっていうね。ね。ああ、やっちまったってやつね、うんうん。そしたらそのままになっちゃうってことだよ、今度からは。ね。そう。で、その時にね、うん、回収するのが、学校から検査主体の県立医大に変わっただけなんだから何の問題もありませんっていうような発言もありましたよね。ありましたね。うん。まあ回収する人間が変わっただけだから問題ないっていうんであれば、うん、回収する人間が変わったんですよってことをちゃんと広報しなきゃいけないんですね。うん。してますか？少なくとも今年の4月から変わったっていうふうな話なんだけれども、うん、今年の4月からそういうふうな扱いが変わりましたよっていうテレビコマーシャルとか流れましたか？ないよね。ないない。コマーシャルなんてね。ね。あるわけない。で、確か第41回かな？ 5 月の17かなんかにやったのは。うん、その第41回の、その要は4月から日が経って、1ヶ月以上経っている5月の検討委員会の中でも、うん、ちゃんとしたこと言ってないんですよね。うんうん、でその中で、星座長が星元座長が何て言ったかっていうと、ね、何て言ってましたっけ。16歳を超えていれば本人がうんと言えばできる。そうでなければできないっていうふうに言ってるんですね。出ましたね。だけど16歳超えてるからって言って同意書も提出しないでね、検査を OK するなんてことはありえない話なんですね。ありえないね。でそれを言った瞬間に県の担当者がちょっと待って、それ違いますよっていうふうに、あそこの現場で言ってたとすれば、それなりに広報したというふうな話にもなるわけですね。うん。でもそれも言ってないんですね。うん。で、じゃあ文書残ってるんですよねっていうのも聞いたんですよね。うん。そしたら文書についてもなんかはっきり言わなかったんですか？うん、言ってないよね。うん。ね。で、結局最終的にはっきりと文書が残ってるものは何かっていうと、第16号の甲状腺通信っていうやつですね。はい、うん、でその甲状腺通信っていうのは日付が今年の8月の日付なんですね。はい、だから公式文書としてはっきりとそういうものは記載されてるのは8月の文書でしかないんです、うん、あとですね。そしたら4月から7月までに、検査をやった学校の人たちにはちゃんと伝わってなかった可能性が高いわけですね。うん、そんな中で、回収する人間が変わっただけですよっていうふうに言ったって、そうじゃないでしょって、学校でも催促することしませんよっていうふうな通知をしなきゃいけないんですよ。うん、
まあ、厳密に言うとその第16号の県、甲状腺通信でも、あの学校から催促することはしませんよっていう広報はされてないんですよね、そうするといやー好きだってさっき言ったような人たちはね、どうなりますか、あれ、まあ、今回学校から来てねえから、まあ、またなんじゃねえみたいな話になっちゃうんだよね、そうすると下手すると3割の人が提出しないまま終わってしまって、検査終わった後であれ騙さっつ騙さっちゃってなるわけですね。騙さっちゃ、そうだね、で現に何回か前の動画でもやりましたけど、トラブルがありましたのでって言ってるんですね、県の担当者が、トラブルっていうのは多分そういうことなんですね、なんで教えてくんねえかったんだって、ね、そういうふうなトラブルがあったからこそ学校から本当に検査受けるんですか受けませんかっていうような問いかけをしたっていうことですよね、受けないんだったら別にいいですよ、ああ忘れてたんだったらどうぞ出してくださいって、強制性って言いますかねそういうのって、受けろと言ってるわけではないわけだからね、同意書書いてる時点でね、本当は、もやもやしますね、このやり方に来たっていうこと自体がね、ね、だからやっていう感じだね、厳密に縮小っていうような言葉は使わないんだけれども、じわじわっとこう、じわじわっと入り口を狭めてるっていうような巧妙さを感じるから、より注意しなきゃいけないって僕らは言ってるわけですよね、はい、そうなのよね、ここ想像しなかったっていうかね、こういうふうなやり方で来るっていうのも考えていなかったよね、どうやって数を少なく見せるかっていうのは検査しなければ出ないわけだからね、コロナの PCR 検査と一緒ですよ ね、 そうね、検査の数を絞れば、感染者は少なくなると、ピーク時はもっともっと多かった可能性は高いんだけれども、検査をしないことによって数字を少なく見せることができると、水俣もそうですよね、全てに共通して言えるのがやはりその国というかその公害問題のいわゆるその加害者サイドとしては調査をしない検査をしないってことが彼らにとってのすごいメリットになる、そういうことだよね、まあ、福島のこの東京電力福島第一原発事故に関して言うと、まあ初期被曝を測定しなかった、そして甲状腺の検査もじわじわっと狭めていこうと、なんか水俣とかと非常に似てるパターンになってきましたねってことですね。重なりますね。そのあれですよね、その検査縮小を大きく縮小するっていうことはまあやっぱり反発も大きいだろうから、あたかも検査してるかのように見せかけながらでも数字は小さくしていける方法を考えた末に出てきたあんなのではと思うんだけどね、で分かりづらいじゃないですかこれって本当に、いやそういうことっていうふうなことが見えないように、普通の人見えないかもしれないですよね、これに関してはね、2016年の時にちょっと勇み足で縮小っていうふうな言葉を出しちゃったんですね、それで失敗したわけですよね、その失敗を糧に今回新たなその検査を少なくする手はずを巧妙に整えて
だけど環境省が積極的に発言するというところが全く巧妙さがないんだけれども、うん、そういう形でやってるとかなりオープンにやってますからね、うん、それに対しておかしいって思う人が増えないとやっぱりこれはそのままにされてしまうだろうなっていう気はしますよね、うん、ここはずっとやっぱり追求していかなきゃダメだと思いますね、うんうん、まあ、環境省って、まあ、何個か前の動画でも成井先生も言ってましたけど環境を守る省国民のためにっていうふうな話が、まあ、一般的にはみんなそう思ってると思うんですけど、うん、それはそうだよね、うん、でも水俣病をね、環境省が環境をちゃんと守って保障問題をしっかり解決するためにある省だとしたらね、うん、なんで今解決してないんですかって話ですね、うんうん、どれだけの時間かけてやってんのよってやつね、ね、うん、でそのそれだけ引きずってきて長引かせてきた人たちが今度福島県に入り込んできて、うん、それどころか検討委員会の委員にまでなってるっていうのは、うん、もう明らかに異常ですよね。はい。それを許可する福島県も異常ですよね。うん。うん。どうしたらいいんでしょうね。これは私たちだけがおかしいと思うわけじゃないですよね。うん、これをみんながおかしいと思った時に世の中変わっていくのかなと。うん、やっぱり加害者である国環境省がここで委員をやってるっていうことがどれほどおかしいことかっていうのをやっぱりみんなが気づいてここで止めなければこのままずるずるいった先に見えることっていうのもやっぱ想像力を働かせなきゃいけないなって思いますよね、うんね、うん、だからその小児甲状腺がんが増える増えないの話ではなくてきちんとしたデータをもとに真実を知らなきゃいけないっていうことを突き詰めていかなきゃいけないのがやっぱ私たちやっていくべきだと思ってるわけだからね、うん、はっきりとこう過剰診断だっていうことがね、うん、分かった場合は、うん、当然検査やめた方がいいと思うんですよね、うん、まあ、やめるというか、まあ考え方を変えた方がいいと思うんですよ、うんうん、検査に関して。だけれどもはっきりとした答えが出てない、うん、今の状態で、うん、方向性を変えるっていうようなことを発言すること自体がそもそもおかしいですね、うんうん、まあ星元座長は元ね何度もそれを言ってるんですね、うん、ことあるごとに考え方を変えるべきだ、あり方を変えるべきだみたいなことを言ってるわけですね。ね、もういい加減こういう人には退場してもらうべきだと思いますけどね、うんうん、だから何度も言ってる割には根拠を示さないで言ってるだけなんですよね、うん、ただ言うだけ言うっていうね。そう、そしてしかも検討委員会の中で言わないんですよ、うんうん、新聞記事とかにちょろちょろっとそういう言葉を出すわけですよね。なんとかこう世の中の流れをそっちに仕向けたいのかなって雰囲気は努力は認めますけども、でも それはおかしいでしょと思える言葉だからね、うん、まあ10年やったんだからもうそろそろいいでしょって感じですよね、うん、まあただまあそうね、想像でしかないけどやっぱりお役目を果たさないわけにいかないと思ってるのかもしれませんし、まあまた帰り咲いたら帰り咲いたでまたその時にどんどん批判しましょう批判するべきものはどんどん批判していきましょう、まあ、別に僕は個人的に恨みを持ってるわけではないですけど、はい、そうですね、この仕組みっていうことにやっぱりそのこういうやり方をしてること自体に批判をしてるんであって、そのやり方が間違えてないっていうんであれば大いに私たちは応援するわけで、うん、正しい結論であれば座長が誰になろうが委員が誰になろうが答えは同じことに落ち着くはずなんですよね、うん、ところが誰か一人に頼ってこういうふうなシナリオで流していかなきゃいけないっていうんであれば、
おそらく何らかの試練が元にあって、その通りに動く人間をそこに据えたいっていう話が、まあ、あるんじゃないのかなっていうふうに疑われても仕方がない話になってしまうわけですね。はい。ねえ、ここは正念場だなって私は思うけど、どうですか、千葉由美さん、この流れ。前回でしたっけ、前々回でしたっけ、田原委員の発言を、星さんがどんどんその引き出すような場面がかなり分かりやすくありましたよね。そうですね、うん、もうあれだけで十分な感じするけどね、うん、第11回の検討委員会の動画でそういうところを出しました。あれを見ただけで星さん の、うん、役割が分かるというかね、うんうん、まあね、想像だけじゃないということを、私たちがただ想像で話してるのではない、ちゃんと裏付けっていうかね、こういうあれがあるんじゃないかっていうこともお伝えしながら話してますので、まあ、ぜひ次回の10月15日ですね、そうですね、委員会43回目の、そこはちょっと公開、今日お話しした内容と、前回お話ししたところを、まあ、ポイントを絞って、うん、まあ、見ていただければなと思いますね。はい。はい。それではこんな感じで。はい。はい。15分ぐらいで終わらせようと思ってたんですけど、結構ちょっと長引いちゃったかなと思いますが。はい。はい。それでは皆さん、そんなわけで10月15日、検討委員会。ぜひこういったポイントを絞って見ていただければと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。